クリカートレーニングとは、まず犬に優しく、犬に分かりやすいトレーニング方法です。水族館のイルカとかシャチのトレーニングにも使われているように、決して罰を用いず楽しくトレーニング方法ができるトレーニングです。で、クリカートレーニングはこういうクリック、こういう音を、犬にまず最初覚えさせるところからスタートします。で、このクリックした音イコール楽しいこと、トリーツがもらえることっていうのを犬にまず教えてから、お座りをしたり伏せをしたりっていうところを犬にどんどん教えていける本当に楽しいトレーニング方法です。では早速、犬を使ってやってみたいと思います。で、まずクリッカートレーニングを最初に始めるときに用意するのは、犬とクリッカーと、あと、いろんなおやつが入ったトリーツです。トリーツは3種類ぐらい用意した方がよくて、大好きなトリーツと、まあそこそこ好きなトリーツと、いつも使ってるトリーツと3種類ぐらい用意して、その時々の環境や、犬の集中度合いによってトリーツの種類を変えていきます。で、まずクリッカートレーニングを始めるときに、クリッカートレーニングを始めるときに、この音がいいことが起こるということを犬にまず教えなければいけません。で、その教え方ですけども、このようにこの音が鳴ったらトリーツというふうにまず教えていきます。クリッカートレーニングを始めるときに、もちろんお座りや伏せをクリッカーで教えることはできるんですけども、楽しくトリックを教えるやり方をやりたいと思います。で、まず一番簡単な、犬が右回りや左回りに回るといったスピン、ツイストみたいな、そういうトリックを、クリッカーをどうやって使ってやっていくのかっていうのをやってみたいと思います。まずトリーツを手に持って犬を誘導します。で、犬が回った時に、その瞬間にその犬が正しい行動をしたよっていうところを教えたいので、そこでクリックをします。このような感じで、犬が一瞬回りきった時に、クリックをして、今その行動が正しかったということをクリッカーを使って教えていきたいと思います。